はい、皆さん、こんばんは。ベンチャンネルです。えー、今日は4月9日、えー、日曜日午後8時20分回ったところですね。えー、自分はね、先ほどお風呂に入って、えー、着替えてね、今、寝床のところにいます。<laughs> まあ、久々ですね。まあ、何週間ぶりかな、うん。撮影、動画撮影するの。 いやね、まあ、昨日までね、ちょっと天気があやふやだったけど、今日もね、風が強かったですよね。まあ、晴れてましたけど、まあ、自分のようにね、花粉症を持ってる人とかアレルギーを持ってる人にはね、ちょっと厳しいですよね。まあ、先ほどね、まあ、目洗って、鼻も洗ってうがいして、で、鼻炎のスプレー、鼻つけて、えー、何あの飲み薬も飲みました。<laughs> で、ね、 一応来週かな明日からはまたあの月火水木と、えー、お仕事してまあ金土日は休み予定になっておりますまあもともとはね水曜日が休みだったんですけどまあ予定変更になりましたえー、ね来週もなんか週末お天気悪いっていう天気予報だったんですよなってますねまあね 今日はね、自分ね、ちょっとね、あのーこう、いつもの毎朝、ね、あの、キャンメシしてる場所に行ってきたんですけど、今日はね、朝一じゃなくて、まあ、午前中、まあ少しね、8時か9時くらいかな、いつもの場所行ってきて、まあね、まあ、キャンメシはしなかったですね。まあ、コンビニで、まあね、あのー、なんつうの あのロカボ商品のやつあのメロンパンのやつそれとリンゴ100%ジュースを、えー、買ってそれで、えー、朝食を吸いましたまあねちょっとねショックのね自分のねスーパーカブちゃんが、まあ、止めてあったっていうか、うん、右側にね倒れたんだよね、うん、走ってる最中じゃないよ止めてる最中 右側に倒れて、まああのー、自分で作った手作りしたあの100均ショップで買ってきた200円のさ茶色いプラボックスリア側のリアサイドについてる両サイドの、えー、右側の方倒れてまあ本体株本体は傷つかなかったけどそのボックス右側のボックスに、まあ、地面につくような感じになるじゃんそうするとプラボックスがちょっとね傷ついたり割れちゃったんで それ、あの、結束バンドで付けてあるんで、それ、ニッパーで取り外して、えー、まあ、外しちゃいました。で、代わりに、そのサイズよりちょっと一回りちっちゃくなっちゃうんだけど、同じ色のを、まあ、取り付けました。まあ、両サイド同じ形でバランス取って、綺麗に見、見栄えしたいんだけど、ちょっとね、右側の方はね、 ちょっと人だ、一回り小さいのしかなかったんで、それをつけてました。まあちょっとバランス的にはね、いつもの,その、そその、なんつうの、でかいやつ、200円ぐらいするやつかな。100均ショップで。で、儲かた方は100円のやつだったんだけど、うん、ちょっとバランスがね、ちょっと、大きいのと小さいのがなっちゃうけどね。まあないよりはマシかなと思ってます。まあ取り替えた方は、ちょっと小さい方は、ちょっと、まあ、また同じように、 ね、リアの方に結束バンドで縛って、まあ、あの蓋の方は、鍵が閉めないような状況、鍵穴、あのウィンターのドリルで、あのー、穴開けませんでした、そっちの方は。まあ、応急的だったんで、まさかね、あのー、止まってるバイクが右に倒れると思わなかったんで、はい、ちょっとね、それ取り外しちゃいました。で、人前小さいのをちょっとね、応急的に取り付けました。 まあ、再来週かな。再来週は、病院です。うん。検査ですね。CT と血液検査の。うん。まあね、自分もね、4月からね、パートになってしまいましたけど、うんね、一応、ね、保健等も切り替えてきて、うん。まあ結構ちょっとね、 大変ですけれども、まあ、仕事があるだけでは、あるだけで助かってますけどね。まあ、とりあえずね。まあ、今回保険切り替えて再来週病院。うん、窓口にそれを見せてこようと思います。まあ、先生でもあればね、まあ、こういうことになった状、状況は知らないと思いますけど。まあ、先生方も。自分の動画見てる方いらっしゃると思うんですけれども。 まあ、しゃあないですよ、ね、3月生まれだったんでまあね契約終了で退職かそれとも、まあ、パートになっちゃうかっていう選択だったんで、まあ、自分は、ねまあ、この前行ったと思うんですけれども、まあね、今までやってきた仕事なんです続けたいこととあと今現在、まあ、車が持ってないんでスーパーカブだけなんで。 なるべく近場のとこっていうね会社が現場が、うん、そちらの方に絞りましたまあねだいぶね給料もうん半分ぐらい減っちゃいますけどだいぶ減っちゃいますけどそれはねまあとりあえず今んとこ我慢して本当に難しかった場合はちょっと考えちゃいますけどねこちらもねんまあまずはねとりあえず頑張るしかないんでね まあ、体を見ながらね。うん。まあね、来週はなんか結構忙しくなるような感じなんで、こちらの方も。うん。まあ、あとはね、今日はね、日中は、そうか、100均ショップとか、ドラッグストアも行ってきた。うん。最近、ね、 前に行ってたドラッグスター W の方も、なんか9時回転じゃなくて、1時間早く8時回転になってるみたいなんだわ。まあ自分の好きなイチゴはもうなくなってた。リンゴかなリンゴはね、なんか今日、何時頃行ったんだろう午後かな午後行ってもね、なんか半額つか値引きシールもあったけど、まあリンゴはね、自分 <laughs>、まあ、 親族の方で、あの、リンゴや,やってるところがあるんで、全然大丈夫なんですけどもね。まあ、あとはそれぐらいかな。うん。あとは家帰ってきて、部屋の中でお菓子食べながら、うん、動画見てましたね。<laughs> はい。まあね。あとはそれぐらいかな。今んところはね。うん。 まあちょっとね、まあ、まだ目がパ,シャパ,パサパサするね、やっぱ花粉症で鼻もいくがか詰まる感じで、うん。まあ、また明日からね、お仕事始まりますけどね、うん、気をつけて頑張っていきたいと思います。うん。まあ、またね、まあ、何かありましたら、えー、こちらまで撮影の方で、えー、お知らせしたいと思います。まあ、今日はね、こんな感じかな、うん。 じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ぜひよかったら、ご登録よろしくお願いします。それじゃあ、またね。